M1128 ストライカー MGS はアメリカ陸軍ストライカー旅団で運用される送輪式自走砲である。スイスの模ク社によって開発されたピラーニア3をベースにゼネラルダイナミクスランドシステムズカナダが製造しているストライカーシリーズの車種で主武装として M68A に 105mm 戦車砲を装備している。手法である M68A205mm 戦車砲は、もともとイギリスで開発されたロイヤルオードナンス L7 戦車砲を米軍仕様として国産化したライフル砲で、M60 パットンやセンチュリオンなど、西側諸国の多くの国の主力戦車の手法として採用されていた。これを搭載する M1128 の砲塔は、 ジェネラルダイナミクスが買収したテレダイン社の1980年代の軽戦車のコンペのための試作車からの流用である。自動装填装置の採用により装填手はおらず、車長及び砲手は砲塔リング下のバスケット内に収まるため、砲塔の全面投影面積は非常に小さなものになっている。車内に18発の砲弾を搭載可能で毎分後、 6発の射撃速度を持つ。M68 は対戦車砲としても優秀であるが、M1128 の主な任務は、ストライカー旅団で不評の火力支援を行うことであり、対戦車戦闘を主任務として考えられた車両ではない。ストライカー旅団における対戦車戦闘は、主に M1134 ストライカーエイティムが担当する。 M1128 の 105mm 砲は4種類の砲弾を運用可能である。M900 運動エネルギー弾は装甲車両への攻撃。M456A2 成形作薬弾は非走行車両や敵兵士への攻撃。M393A3 粘着榴弾はバンカー内の敵兵や隠れた敵狙撃兵への攻撃や壁を破壊して、 不評の侵入路を確保するなどの用途、そして M1040 キャニスター弾は3回した敵兵への攻撃に使用される。初期の M1128 には空調システムが装備されていなかったため、コンピュータのオーバーヒートが多発し、また兵士は冷却機能を持ったベストを着用するなどしていた。その後、回収により空調システムが装備された。また、 大型の砲塔の割にはハッチが小さく、緊急時の脱出は容易ではない。原型となったストライカーの後尾にある観音開きの大型乗降扉はそのままだが、内側は自動装填装置で塞がっておりここからの乗降はできない。自動装填装置に修理の必要が発生した場合にも、兵士は車外に出て作業を行う必要がある。M1128 は2002年に、 最初のプロトタイプが完成し、アメリカ陸軍への部隊配備は2007年に行われた。米陸軍は、総計142両の M1128 を導入し、2013年の時点で、各ストライカー旅団に27両、各大隊に9両ずつ配備されている。2013年後期には、アメリカ軍は M1128 を空輸可能な装甲化された。 自走法として敵主配地域などへの侵入任務に運用することを検討した。これまでイラクやアフガニスタンで第82空挺手段がこういった侵入任務を行う際には攻撃航空機による支援を行っていたがこの方法は正確性にかけ民間人に被害を出したり隠匿された目標物を攻撃できなかったりという問題があった。この問題に対し 第18空挺軍団に M1128 ストライカー MGS を装備し、敵支配地域への侵入任務に使用するプランが考えられた。ジェネラルダイナミクスランドシステムズカナダは既存の M1128 に対し、防御力の強化やサスペンションの強化などを行い、この任務に最適な車両を開発できると提案した。この車両は、 MPF と故障されており、2024年頃に配備予定とされていた。米陸軍は手法の旧式化や自動装填装置等のシステム上の問題を理由に、2022年の会計年度末までに全車両を退役させることを発表した。ありがとうございます。